トミーさん、こんにちは。2020分野別過去問解析プラスアルファ討論、民法第3回目の講義を始めてまいります。担当いたしますは歴専任講師の豊岡と申します。どうかよろしくお願いいたします。はい、スライダーですね。早速中身に入ってまいります。で、今回ですけども、こちらご覧ください。解説冊子の1ページですね。今回は第3回目ってことです。で、1問目で、この問題ですね。この問題ね、皆さんの中にはね、なんか見たぞ、ね、そういう方もいらっしゃるかと思います。これ最新の過去問です、ね、ちょっと裏の次のページですね、見ていただきたいんですけども、令和元年、ね、こちら最新、まあほやほやですね、ほやほや、ね、の第2問の過去問ということで、ね、とにかく一番新しい問題、ね、やっぱりどんな問題が出てるのか、そういうのを知りたいという方もね、大勢いらっしゃると思いますんで、一応ね、令和元年の2問目の方、ね、2問目の方を今回取り上げました。で、ちょっと前にページ戻りますけども、よいしょ。ね、これ、問題文が、ね、これ、こうやって写すとね、結構なんか文字数もあるように見えるかもしれませんけど、全体的に、ここで終わってるんですよ。問題文が。ね、これだけです。で、随分、ね、問題文が短くなってる、これはっきり言えるんですよ、ね、それまでの過去問と比べても。で、前年です、2018年、ね、平成30年の過去問と見比べてみても明らかなんですよ。令和元年、ね、2019年は前年よりもさらに問題文が短くなった。で、もっと言うと、下に上がっているこの参考条文ですね、これもね、ちょっとお見せしますけども、よいしょ、これで終わりなんですよ、ね、従いまして、この162条、ね、で、あと次のページの177条、そして186条、この3箇条しか上がってない。でも、これで回答できちゃうんですよ。答案かけちゃう、ね、ですから本当にね、条文の数も本当に劇的に減ってますね。おそらくこれはやっぱりね、国土交通省の方からね、この問題を作りになったこの試験員の先生方にね、まあ、そういうね、まあ、指示って言いますかね、そういうのが出てるんだろうと思います。やっぱり国交省はね、短期合格を可能とする試験問題、ね、これを出していくよって、ね、もう公に発表してますんで、これを受けて、ね、やっぱり国交省が、ね、そういう指示を具体的に、ね、試験員の先生に出してるんだろうな、これはもうはっきりと言えますね。で、特に今回取り上げてませんけどね、もちろんですね、この令和元年の第1問目もやっぱり問題文が、ね、前年よりも短くなってて、さらには掲載されている参考条文もやっぱりね、少ないんですよ。少ないの、ね、で、やっぱり参考条文がね、いっぱいずらずらっと上がってると、受験生の方としてもね、やっぱりなんかちょっとこうね、迷いますよね。あ、こんなにいっぱい使わなきゃいけないのかな、ね、でも短ければね、上がってる条文が少なければ、あ、なんだこれだけ使えばいいのかってことで、全然やっぱり受験生に与えるプレッシャーも違いますよね。やっぱその辺をいろいろね、こう考えてのことかなと思います。で、おそらく、ね、この傾向は令和、この2年ですね、令和2年で西暦でいくと2020年、ね、以降も踏襲されていくであろうと思います。やっぱり国交省がね、ああいう短期合格を可能とする試験問題ってことを言ってますので、ね、やっぱり当然そういう指示が出るでしょう、ね、で、それを踏まえて試験の先生も一生懸命ね、その方向で問題を作っていくと思いますんで、ですからちょっと気持ちね、楽に持っていただければと思います。やっぱりね、民法ね、やっぱり苦手にしてる方少なくないですね。特に論文の4科目のうちで、ね、何が一番苦手ですかって聞くとね、結構民法ね、真っ先に上がること多いんですよ、ね、これ私の責任もあるかもしれませんけど、ね、やっぱり科目の特性、やっぱり範囲が広い、あと他の科目と違って法律科目ってことでね、やっぱり法律特有の考え方、ね、こういうのもね、やっぱり身につけていかなきゃいけない。で、さらには民法の場合、これが一番大きいんだけど、事例問題で出ます、ね、もう皆さんご存知通り、 A が、ね、B に対してとか、公と地位とか、お伝えたものとか、ね、そういう具体的な事例問題で出る。したがってあらかじめ論点と言われているものについてね、論証を覚えても、それを吐き出すだけでは必ずしも問いに答えたことにはならない。
ね、やっぱりその事例に即して、ね、こう回答を書いていかなきゃいけない。その辺の難しさがやっぱり民法の場合他の科目と違ってあるんですよ。これがもしね、例えば物件的請求権について論ぜよみたいな、ね、こういうの一行問題って言います。よく大学の学部試験なんかで出るんですけどね。これだったらもう事前に論証を覚えて吐き出すだけで十分合格とは書ける。でもね、今言いましたように事例問題で出ますから、そうすると事前に論点論証だけ覚えてても必ずしも十分な対応ができないんですよ。これがやっぱ民法の難しさの最たるゆえんだろうと私は思いますね。じゃあどうしたらいいのかね。基本的にはやっぱりね、もう1回目から、今回のプラスアルファトーレの1回目からね、申し上げている通り、とにかくね、もう出題される論点はレックから出している効果民法からもうメイン論点もずっと出てますからね。ですからとにかく効果を使って典型論点の論証をしっかり押さえる、これは大前提です。大前提、これが書けなかったら土俵に乗りませんから。その上で、ね、必ずしも論点と言われてないような部分だとか、ね、要するに条文の要件当てはめるだとか、ね、そういうところについても、ね、合わせてちょっとね、そういう周辺部分ですね、もうやっぱりこうね、テキストを使って、あるいはね、今後この答練ですね、論文実践答練だとか的中答練だとか、そういうのを使ってね、そのいわゆる典型論点以外の、ね、条文当てはめるような、そういう周辺部分の知識についても出してきますから、それを抑えていく、ね、と同時にやっぱり実践です。実際に答案を制限時間内で書く、このトレーニングは絶対必要です、ね、従いましていわゆるアウトプット、ね、これにもぜひ力を入れていく必要があるということ、ね、でそういう実践的な、ね、アウトプットのトレーニングを積んでいくと、ね、本試験の時に見たことがないような問題が出てもね、なんとか食らいついて答案を書くことができるようになりますから、いいですね。とにかくね、気をつけてほしいのは、論点の論証だけ覚えればいいんだと思ってた方はぜひここで、ね、発想を切り替えてください。発想を転換してください。よろしいですね。じゃあ中身入っていきます。で、よいしょ、令和元年ほやほやですね。またなんか湯気がこう立ち上ってる感じですけども、ね、また例によってね、もう皆さんがすでに1回答案構成をやったということを前提にお話をしていきます。ですからまだ皆さんの中でね、いや今回初めて見たよ、答案構成やってないよ、そういう方はちょっとね、一回ここでプチッとね、この動画をお止めになってね、ちょっとご自分でざっとでいいですから答案構成やってみてください。その方が私の話ね、スッと入っていくと思いますよ。じゃあ行きます。で、コート地は A が所有し、 A 名義で所有権の登記がなされている。で、 A はコート地から離れた場所に住んでおり、コート地を使用する予定もないことから、コート地は長年空き地になっていると、ね、で以上の事実を前提として、次の設問括弧1括弧2とそれぞれに答えなさい。でそれぞれね、別個独立の問いですよ。でまず設問1です、ね、で、コート地に B が、ね、所有者 A に無断で落ち建物を建てて、落ち建物の所有権保存登記をし、ね、コート地を不法占拠したと。一応これ問題文丁寧ですね。これ不法占拠したというふうに書かなくてもね、もう明らかに無断で建物を建ててしまった、もうこれ不法占拠ですよ。不法占拠でもやっぱりね、この問題ね、これはこの後見ていきますけども、新しい試験員の伊藤先生がお出しになられたんだろうと思います。この後見ていきますけど、この設問1ね、伊藤先生が非常に興味をお持ちの所有権の中のね、この物件的請求権を聞いてますんでね、伊藤先生非常にね、まあ、そういう所有権、ね、が興味関心の高い先生ですので、おそらく、ね、この問題お出しになられたのは、ね、伊藤先生だろうと思いますけど、伊藤先生非常にね、これ丁寧に問題文お作りになってます。不法占拠した、ね、こうやって書いてます、ね、でその後 B が落ち建物を C に売却し、ね、で落ち建物の所有権は C に移転したが、これも丁寧なんですよ、この問題の書き方も。売却したら売却し、登記名義は B のままであった後に書くんですよ。そうでしょ、これ売ったんだから当然所有権移るよねってことが当たり前だから。でもこのね、先生作った、ね、伊藤先生だろうと思いますけども、ね、丁寧に所有権も C に移転したんだよ、ね、こうやって丁寧に書いてくださってます。でだけど登記名義は B のままだったとかですね、いいですね。これ気をつけてほしいのがね、これ落ち建物についての所有権もともと B が持ってますからね、
これあくまでも B は A の、ね、所有している公土地を不法占拠しただけであって、その上に建てた落ちた建物の所有権自体はもともと B が持ってますから、ね、当然それを第三者に売却できる、ね、本件ではこれ C に売ったと、だから所有権は C に普通に移ってるっていうことで、この点全然何の問題もない。ところが、ね、とにかくこの建物っていうとはね、これ不法占拠によって建てられた建物だっていうこと、ね、さらにはここ、ね、この所有者 B が落ちた建物を C に、ね、売却した後も登記名義が依然として B のままであったということですね。で最後、この場合においてと、ね、この土地の所有者、公土地の所有者 A は、ね、この C に対して、ね、この C は落ちた建物の所有者ですよ、落ちた建物の所有者、所有権、ね、移転しますからね、に対して落ちた建物の住居および公土地の明け渡し、ね、建物どけろ、土地明け渡せ、ね、この請求することができるかについて論じなさいということで、これもね、問題文お読みになってね、もう物件的請求権だな、ね、これはもうすぐお気づきになってほしいです、ね、でこれ当然 A は、ね、公土地の所有者 A はこの C に対して建物住居土地明け渡し請求をしたい、ね、でこの前提となる権利は当然所有権です、公土地の所有権です、ね、で所有権に基づいてそもそも、ね、こういう妨害排除請求ができるのか、ね、その前提としてそもそも物件的請求権が認められているのか、これがまず大前提の論点になります。いいですね。でこれほとんどねもう争いはないんですよ。でもやっぱりね、一つの論点でありますから、簡単でもいいんでね、簡潔で構いませんから、やっぱりこれは触れてほしいんですね。ね、A がこれ所有権に基づいてね、この建物住居公土地の明け渡し請求する、ね、これは法律的に言うとね、法律的なあの根拠として言うと所有権に基づく妨害排除請求、これは物件的請求権です。でそもそも物件的請求権と認められるの、これを真正面から定めた民法の規定がないんですよ。ない、ね、そこで論点になるよってこと、ね、でさらには今度2つ目、ね、物件的請求権認められるとした上で、ね、ここでは C に対して、ね、建物住居土地明け渡し請求できるかを聞いてます。でおそらくね、皆さんの中でね、あれこれ B じゃないんだね、 B じゃないね、所有者、ね、C に対してなんだねってことで、ね、ちょっとこれは驚くと同時にちょっとがっかりした方、私もそうだったんですよ。これなんでかというと、これ実を言うと論点なんですね。論点があって、ね、この場合登記名義人 B に対して、ね、この妨害排除請求、ね、建物住居土地明け渡し請求ができるかっていう論点がある。で私ね、新しい試験員の、ね、先生伊藤先生って、ね、名前発表されて、で伊藤先生の、ね、いろんな、まあ、文献だとか、ね、ものをネット等で調べて、あるいはその学生さんにも実はね、私ちょっとねこうリサーチをかけてるんですよ、ね、でそういういろんな情報から考えて、伊藤先生はどうもねやっぱり所有権がお好きだなと、ね、その中でも特にね、まあ、区分所有権ですね、分譲マンション、ね、特に区分所有権もお好きなんですけども、まあ、所有権お好きだなと。でさらには空き家対策ですね、空き家問題、今全国的な問題になってますけど、これについて非常にね深い関心をお持ちで、いろんなところでね、まあ、講演とかなさってる先生だなっていうのが分かって、でそうするとその視点でね、この民法の鑑定して出る、ね、あの論点こう絞り込んでいくと、やっぱり物件的請求権の相手方の論点に行き着いたんですよ。行き着いた。それがさっきのね、これ本文はね所有者 C になってますけど、これが B の場合です。登記名義に B の場合、ね、B に対してこの建物住居土地明け渡し請求できるかっていう論点があって、ね、これいわゆる物件的請求権の相手方っていう論点です、ね、これもしこれ相手方がね、この請求する相手方が、ね、本文は C になってます、ね、本文は C ですけど、もし B であれば B はもう建物について所有権持ってません、ね、所有権は C に移ってますから、でもその B に対してこういうね請求ができるのかっていうのが、これが、ね、論点なんですね。これが物件的請求権の相手方っていう論点ですからね、これご覧になって今年ね、私いろんなところでね、あのこれ出るよ、伊藤先生であればねこの論点出るよって言い続けてきたんでね、今年この令和元年のこのね問題ご覧になってね、あ出たなとね、一瞬一瞬ですね思ったかもしれないけどね、その次になんだと、なんだ C じゃんとね、ちょっとこれでがっかりした方少なくないんじゃないでしょうか。私も本当がっかりしたんですよね。でもこれはね、
原理原則ですよ、これは。だってもともとこれ、落ちた建物の所有権、これ市に移ってますんで、ね、市は所有してですから、当然これ A は、ね、市に対してこの建物、住居、土地明けた請求、これはできますよ。できます。もうこれ争いありません。ね、でもやっぱりその時にね、結論だけ述べるんでは不十分です。いつも言ってるようにね、もう法律ってのは根拠を言わなきゃいけない。理由を述べなきゃいけない。こうこうこういう理由でこういう結論になると。ね、だから理由は書いてほしいんですよ。理由は書いてほしい。で、この後見ていきますけど。いいですね。でもこれは決して、この相手方、ね、C です。建物所有者の C、ね、に対して請求するっていうのはある意味原理原則だから。ね、もう結論的には争いないよ、ね、これはもう絶対ねしっかりとこれは踏まえておいてください、ね、ただ理由は書く、理由は書く、ね、だからその意味ではね、皆さんがねこれ B ね、これ B に対して請求できるかって勉強してこられた今までの論点、あっちの方がイレギュラーなんですよ、ね、こっちはまさに原理原則です。所有者に対して請求する、何が悪いの、そんな感じですよ。いいですね、まあ、これが設問1です。これだけなんですよ、説問して聞いてんの。いいですね。で、続いてこちら説問2です。これも文章短いでしょ、ね、もうすぐ下に条文来ちゃいますから。で、公土地はね、これ上のもう一回戻りますけど、これ A が所有してるんですよ。公土地は平土地と隣接しているということですね。で、この隣接している平土地は D が所有し、ね、この D ですよ、こっちね、D 名義で所有権の登記がなされているということですね。で、 D は公土地の一部、ね、これ一応定土地となってます、ね、これ一部です。公土地の一部につき自らの土地であると信じ、平成10年1月頃から、ね、通路と、あ、ごめんなさい、これ通路ですね、いいですよね、通路としてアスファルトを舗装し占有を続けていると。で、平成29年11月2日この公土地の所有者 A は E にこの公土地を売却し、ね、同年同月10日所有権移転登記も行ったと、ね、登記も E に移したと。で、その後平成30年2月、ね、この公土地を買い受けた E が D に対して、ね、これ D 何やってんのかっていうと、公土地の一部である定土地についてこれ占有しちゃってるんですよ、ね、で、この D に対して D が占有する定土地、定土地ね、は自分のもんだよ、ね、E の所有であることを告げ出てきなさいと、ね、明け渡しを求めたと。で、この場合において、ね、D は E に対して時効取得、定土地の時効取得を主張できるかについて論じなさいということで、ね、もうこれまず上から3行目、この設問にね、上から3行目でずっとこれね、平成10年1月頃から占有を続けてるってこと でこの辺お読みになって、皆さんね、なんか時効が関係してるのかな、その辺は大体皆さんねイメージはお持ちになれたと思うんですよ。で、その後読み進めていくとね、あ、やっぱりそうだな、時効関係してるな、ね、で、さらには第三者 E が登場してるなっていうことで、ね、時効完成前の第三者かな、時効完成後の第三者かな、で、その辺意識しながらずっとこうお読みになったと思うんですよ。で、最終的にね、これまずちょっと1点目、これ指摘しておきたいんですけど、これ D は時効取得主張できるか、ね、で、さらには E に対して主張できるかっていうことなんで、これ問題文中にね、 D が定土地のね、定土地を時効取得したとは一言も書いてないんですよ。時効取得できるかをまず聞いてる。いいですね。だからまず取得事項の成否を論じなくてはいけないってこと、ね、逆にもし問題文中にね、問題文中にね、もう事項取得したって書いてあるんであれば、ね、改めてその取得事項の成否を論ずる必要はないですよ。もう問題文中でもう確定してんだから。だけど本文ではそうじゃない。だからまずね、事項取得してんのかどうかを論じなきゃいけない。で、そのために下ちょっと見てくださいね。こちら取得事項ね、当然所有権です。所有権の取得事項、これは162条です、ね、所有権以外の権利については次の163条で規定してますけど、ね、本権はこれ所有権です。所有権事項取得できるのか、だから162条で、さらにはこの162項中ですけども、1項と2項にこれ分かれてるんだった、これね、もう本当前提知識ですね。で、
1校が20年長いで、2校が10年、ね、短い。こっちの2校の方を短期取得受講って言い方をしますね。で、1校の方だと20年間占有しなきゃいけないけど、2校の方だとその半分で足りる、ね、これ短くて済む、ね、受講取得できちゃう。でもその一方で、ね、この2校については要件が加重されてるんだった、ね、この2行目占有開始の時に善意かつ過失がない無過失、ね、善意無過失が要件になってるんだった。この辺もやっぱり前提知識ですね。これも一応条文に上がってますけどね、もう皆さんの頭の中にはね、あらかじめしっかり入ってて、で条文でそうだったよな、そうだったよな、ちょっとこう確認する形でいかないと、これね、この設問に回答するな、ちょっと制限時間内で回答するのはちょっと厳しくなるかなと、ね、やっぱり前提知識はしっかりと頭に入れとかないと、ね、これやっぱりさっき言ったいわゆる典型論点と言われていない部分でしょ。まさに条文ですよ。条文の要件を当てはめていく、ね、そういう部分ですから、こういうところもね、ぜひ今後、ね、意識をして勉強していくようになさってください。さっき冒頭で申しましたけど、典型論点の論証だけ覚えればいいんだ、ね、それじゃ不十分ですから、よろしいですね。これです。で、そうするとこれね、上に戻るとまず占有開始がこれです。平成10年1月頃ですね。で、さらには新地、ね、D は公土地の一部、これ低土地ですけど、これが自分の土地だって信じて占有を始めた、ね、信じってことですから善意です。善意、いいですね。すると、ね、善意と書いてあるけども無過失までは問題文に書いてない。で、その、ね、視点で条文を見ていただくと、信じだから善意だな、善意は2項だったな、ね、こちら善意だけじゃなくて無過失も必要だった、善意無過失でした、ね、でも問題文に書いてないな、ね、で、ちょっと次のページご覧ください。こちら、ね、で177ちょっと飛ばして186条です。これ推定規定です。占有している場合の、ね、これ推定規定で1項2項に分かれてて、1項ちょっと見ていきますよ。占有者は所有の意思を持って善意で平穏にかつ公然と占有をするものと推定すると、これ推定規定です、ね、で2項前後の領事点において占有をした証拠があるときは、ね、占有はその間継続したものとやっぱり推定してくれます。これこれ趣旨はね、やっぱり占有しているものについてはね、こういう善意、平穏、公然、ね、あるいはこれね、前後の領事点において占有した証拠がある場合にはその間も占有しているだろうと、そういう蓋然性が高いと、これ蓋然性の高さがこれ趣旨、根拠になってますんで、ね、占有者についてご覧のようなこういう推定規定が設けられています。これもね、やっぱりいわゆる論点と言われない部分ですね。これもやっぱり今回この条文の知識も聞いてるんですよ。でもこれはね、仮に改めてね、仮に頭に入ってなかったとしても、今回ね、まあ、試験会場でご覧になってもとりあえずね、冷静に見ていけばそんなに難しい条文構造になってませんからね。で、一個の方ちょっと戻りますと、これ占有者は所有の意思を持ってね、これ取得事項の要件ですね。で、善意、これも推定してくれる。でも無過失までは推定してくれてないんですよ。そうすると、もう一回戻りますよ、問題文。これね、平成10年1月頃から D は占有を始めたんですけど、ね、その時に善意ではあったけども無過失かどうかは上がってない、問題文からはっきりしない、さらには186条によっても推定はされない、ね、したがってこの場合、ね、これ場合分けをして論じていっていただきたいんですよ。過失があった場合とない場合です、ね、なんでかっていうと、これね、さらにこれちょっともう一回続けて見ていきますけども、平成10年1月頃から、まあ、とにかく占有を始めたといくですね。いいでしょ。で、その後平成29年ね、これ要するに占有を始めてからね、これどうですか、19年後に第三者 E が登場してる。で、その後平成30年2月に
E がね、これ出てってくれよ、こういう明け渡しを求めてきたということなんですけども、これもし20年で行くならば、すなわち162条1項で行くならば、いつ時効が完成します？平成30年の1月頃になるでしょ。でもこれもし2項で行ったらどうなります？これそれだけ幅があるんですよ。ここ幅がある、いいですね。20年間が空いてる、いいでしょ。だからこれ2、この162条の1項の、ね、取得時効の可能性だけじゃ、ね、これ当然問題になるけども、2項の、ね、この取得時効の成立の可能性も検討しなくてはいけないってこと、いいですね。それによってこの平成29年に登場した E、 これが時効完成前の第三者になったり、あるいは時効完成後の第三者になったりする、そういう可能性があるからなんですよ、ね、もしこれね、例えばこれ2項で行きます、2項で行く、ね、例えばこれ場合分けをしてね、この後見ていきますけど、場合分けをして、ね、この D が無過失だった、ね、無過失だったというね、そういう場合分けで、ね、見ていくと、これ当然2項の取得時効の成立を問題にする、すると10年だから、ね、さっき言ったようにこれ平成20年、20年にはこれ完成します。平成10年から占有を始めてるんで、そうすると平成20、これもちょっとアンダーライン引いておきましょうかね。平成29年に登場した E は時効完成後の第三者になる。それに対してもしこれ1項だったらどう？場合分けをしてね、場合分けをしてね、無過失でないと、要するに過失があったという、そういう場合分けでいくと、今度1項の適用になる。するとこっちは20年ですから、20年ですからね、占有開始したのが平成10年で、20年後だから、さっき言ったように平成30年の1月に取得時効が完成するってことは、これ E は時効完成前の第三者になるということで、ね、だからこれね、実にね、これよくできてるんですよ。私正直言ってね、ちょっと失礼な言い方ですけど、これ感心しました。この短いね問題文の中で、その2つの論点を巧妙に聞いてるんですよ。時効完成前の第三者、あるいは時効完成後の第三者、ね、E がそのどちらにも当たりうるっていうこと、ね、だからこれはね、先ほど申し上げた通り、真実ってことで善意は、ね、問題文に書いてあるけど、無過失かどうかはっきりしない、しかも推定規定も、ね、推定してない、ね、だから場合分けをする、ね、だから過失があった場合とない場合で、1項と2項これそれぞれ分けて取得時効の成立を論じていく形になりますんで、ね、この後具体的に回答例で見ていきましょう。いかがでしょう、ね、今ざーっと、ね、設問1そして設問2、ね、中身を見てまいりましたけど、問題文短いけども実は結構ね、結構特に設問に凝縮されてます。でちょっと次のページ、2ページですね。一応ね、採点基準とこれ以上ね、論点ね載っけましたけど、設問1についてはね、まあ、これ前提論点、さっき申しましたように、そもそも物件的請求権認められんの、ね、これを真正面から、ね、定めている民法の規定はない、ね、あの占有権については占有訴権がある、でもあれは真正面じゃないですから、ね、そもそも物件的請求権自体が認められんの、ね、これやっぱりこれ前提論点として、さっきも言いましたけどね、まあ、一応軽く触れていただければと思います。で2つ目、ね、これ相手方でも本件はね、これもさっき申しましたけども、あくまでもこれ請求する相手方が所有者 C ですから、当然認められますこれ、ね。ただその時に一言理由をね、述べていただきたいな。これがね、2つ目の物件的請求権の相手方。でね、ちょっとあえて申し上げておきますけども、この設問1のね、この処理の時にね、B について論じたっていう場合はね、ちょっと印象悪いですね。でこれ B と C ね、両方について請求できるかって書いたんであればまだいいんだけど、これね C に対してっていうふうに限定して聞いてんのに、これ B に対してっていうふうに論じて、で例によってあの177条の累進適用だとか
ね、これ B に対して請求できるかっていうその論点の時に177条の累進適用で理由の中で書くでしょ。あそこまで書いちゃうと相当印象悪いですね。ただ B に対してどうかで、さらには C に対してどうかって形で一応ね2つ論じてる分にはね、まあそれほど大きな減点はされないかなと思います。ただ印象悪いですね。だって試験員は C について書きなさいって言ってるのに、なんで B について書くの、ね、出した方からするとちょっとそういうね、あのやっぱりこう印象を持っちゃうんですよ。だから印象は悪い、ね、でもとりあえず C についても触れてればね、それほど大きな減点はされないかもしれないけど、これね B だけに限定して書いた場合はちょっとね大きなあの減点は確保してください、ね、であとこのね設問2の方ですけども、こちらについてもさっき言いましたように、よいしょよいしょ、ね、この162条の、ね、2項の場合と1項の場合それぞれ分けて、ね、この時効取得の可否、ね、取得時効の成否を論じてほしいんですよ、ね、でそうするとさっきもこれ言いましたけど162条2項でいくと、ね、これ10年で足りるからいいが、時効これね、あ、ごめんなさい、162条2項ですね、162条2項でいきますとこちら、ね、これ時効取得と登記のところですけども、これ時効完成後の第三者とこちらねいうことになります。これ短いんですよ、2項は短いからね。そうすると平成20年には完成しちゃうんで、29年に登場した E は時効完成後の第三者と、それに対して1項でいくとこっち長いです、長いね、こちらは20年ですから、そうすると平成30年の1月頃に時効が完成する。ところが E はその前年の29年に登場してる、ね、したがって時効完成前、ごめんなさいちょっと大きくしますね、ちょっと文字が5前と、ね、こんなかって形で、ね、論じていただければと思います。であとこのと見てき内容ね見てきますけども、このねそれぞれの、ね、時効取得の可否のところではね、さっきの186条の推定規定ですね、こちらにも触れながら要件の検討をしていっていただくと、ね、さらにこの出題の意図、ね、試験員が、ね、要求していることに答えた形になろうかなと思います。結構いろいろね、ね、こういろいろ、まあ、細工じゃないですけどね、いろいろこうね仕込んでありますよ。よくできてますよ本当にこれ、ね、じゃあ中身見ていきましょう。でまずね3ページ、これちょっとざっとだけですけどね、ちょっと見ていきましょうね。物件的請求権は認められるかということでね、これそもそも認められんのということでね、でこれはほとんど争いないです、一応判例って書きましたけど認められるよということでね、で一応まあ2つ、まあここね、まあ本当に簡潔に、まあ、書いて十分なんで、まあ丸1だけでも結構ですこれ。これ丸一がこのね物件の定義ですね。物件とは特定のものを直接支配して利益を受ける排他的な権利、ね、であればかかる直接支配性を確保するためには物件的請求権これが必要だよねってことで、ね、こちら非常に説得力ありますね。で二つ目、これが占有素権とのまあバランスですね。で占有素権との均衡からねこれ認めるべきだって、これ権利性が弱い、これ権利性がないって書く方いるんですよ。とこれ東連で出すとこの論点、これはね、ちょっと表現が不正確ですね。権利性はありますよ、占有権って権利ですよ、これ権っていう字がついてるでしょ。ただ弱いんですよ、弱い、ね、これ占有を裏付ける権利、これを本権って言いますけど、ねまあ、典型例が所有権、ね、あるいは借りてる場合であれば賃借権、ね、こういう占有を裏付ける権利こういうのを本権って言いますけど、ね、こういうのがない、ただだから支配さえしてれば認められちゃう、ね、その意味で弱いって言ってるんですね。だからある意味泥棒にだって、ね、だ他人の家に忍び込んで貴金属を盗んできた泥棒にだってその盗んできた貴金属についてやっぱり占有権はある、占有権はある、ただねこれ権利性が弱い、ただ支配さえしてればいいってことだから、ね、そういう点でこのね弱いって言葉を正確に使ってほしいですね。あとね占有権が認められている以上、ね、他の物件についても同様に認められると解釈考えるべきだってことですね。いいですね、まあ、軽くですから触れてくださいね。で次で今度こちらですね、これもね物件的請求権の相手方という本件は C です、所有者 C で、これもほとんど争いません、だって原理原則ですよ、ね、
持ってる持ち主ね、いわゆる所有者に当然請求できるよとか、ただ一応理由ね、まあこんな形で書いていただけばいいかなと。ここは物件的請求権の趣旨ですね、物件的請求権の趣旨からね、一応この理由をまあ書きました。物件的請求権は物件の円満な支配が妨げられた場合にその回復を求めるものであり、現実に物件の円満な支配を妨げてるのは、ね、所有者だからということですね。これいいでしょう、説得力でしょ、ね、まあこれさっき言ったけどね、これ B じゃないよ C だよ、これだけちょっと気をつけてください、ね、これだけです。設問1で続いて設問2、こっち結構ねいろいろありますんでね、またちょっと続けて見ていきますよ。で今度は設問2です。まず2個、ね、こちらこれ10年です、10年、これ成立するのどうなの、ね、でこれねさっきも言いましたけども、ぜひねこれ真実ってことで善意は書いてあるけど無価質までわからない、で推定規定にも規定されてない、ね、だからここは場合分けをして、ね、これ一応ね、これ過失がないということ、ね、だからこれ2項に行くためには、ね、一応過失がない場合についてということで場合分けをして、ね、そういう形でこれね論述を進めていってください。これ162条2項の場合です。いいですね、これ無価質っていうのを前提にして当然ねこれ論述を進めていく必要がありますんでね。でまずじゃあ162条2項に基づいて自己取得主張できますか、で要件これは挙げてください、これ挙げてくださいね、162条の要件で、これ全部条文に上がってますからですね。私いつもね申してますように、要件忘れたらねこれ条文を見るってこと、所有の意思、平穏、公然、他人のものでしょ、ね、あと善意、無価質ってことで、ね、これ全部条文に上がってますからですね。一応ここではね番号を振って、ね、一応まあ6つ、ね、10年の占有という形で、ね、最後これが、ね、6番目この形で、これ改革でこれ無価質、ね、これくくらなかったらね、これ条文上はね過失がなかったってことなんで、ただこれ意味は当然無価値です、ね、ただこれ条文上のねこの表現そのまんま引っ張ってないんで、あえてこれねこれ改革でくくらなかっただけなんで、基本的にこういう改革でくくる場合はね、これ条文の文言ね、条文で定めている言葉をそのまんま引っ張った場合なんですよ。だからここはあえて改革つねくくらなかっただけであって、で過失がなかったこれ当然無価値させてますんで意味は同じですからね。でこれ124、これ124、これはさっきご覧いただいたように186条1項で推定されるんだった、ね、すぐ下にも載っけてありますから、所有の意思、善意、平穏、公然、ね、これは全部推定されますんで、ね、やっぱこれを使ってやっぱ触れてこれ当てはめの時ね、これ書いてほしいんですね。で今度丸3、帝都地は E が A から買い受けており E 所有なので他人のものに当たると、ね、こちらこれが丸3の当てはめ、他人のものをいいでしょ、ね、で今度丸6で D は平成10年1月頃から、ね、これ占有を始め少なくとも、ね、平成30年2月に E から明けたい請求を受ける時点でも占有をしていると、したがってここもね186条、ね、これ使っていただくと非常に印象いいですね。これ領事、さっきねご覧いただいたように領事典で占有した証拠がある場合には当然その間もねこれ占有が継続している蓋然性が高いってことで、ね、この2項がこのねご覧の規定を設けてるんだった、推定規定、ね、そうすると今ね上でも見たけどこれ平成10年から始めてるね、占有始めたね、で出てけよって請求されたのが平成30年2月だった、ね、でその時点でも占有してるってことはこれ186条2項を使っていただくと当然この間もずっと D が占有してたと、そういうふうに推定をしてくれるということですね。で従ってね、116条2項によりねこれ10年間占有したと言えますよ、ね、少なくとも少なくともねこちらね10年間は占有してると言えますよ、ね、でそして最後ですね、これは推定されません、ね、だから無価質だとすればって形でここね、これは場合分けをしなきゃいけない、ね、こういう仮定の、ね、表現でねこれ書くのを場合分けって言いますけど、ね、これはもう問題文に書いてないしまた推定規定にも定められてませんから、ね、だからここは無価質だとすれば
ね、これ丸5の要件も充足するんで、全部162条の要件を満たして、ね、時効取得主張できるよ、ね、こういう流れになります。いいですね、こちらで。ただ気をつけてほしいのがね、ちょっと細かい、ね、表現なんだけど、これね D はこれね、主張できるように思える、時効取得を主張できるように思えるということで、これね主張っていうのは対抗と、ね、こちらです、ね、これ E にこれ対抗できるか、これは次の論点です、ね、だからまずここでね、ここで今見てきた内容っていうのは、とにかく時効取得はしたってこと、ね、言い換えると取得時効は完成したということわけなんですよ。で次にこの後見ていきますけど、じゃあそれを、ね、この買い受けた、ね、この E に対して主張対抗できるのか、時効取得を対抗できるの、これが次の論点です。いいですね。だからここね、まあ一応思えるという形でちょっとぼやかしてるんですね、ぼやかしてるってことね。いいでしょ、これね。で次です。そうするとこちらね、これ162条2項でいくと10年で時効完成しちゃいますから、これ E は時効完成後の第三者に当たるね、そういうことですね。これが次の6ページです。いいですね。こちら、登記なくして、登記ありませんまだ。ね、登記なくして、公土地の所有権を、ね、こちら、対抗できるか、そういうことですね。これ、ちなみにこれね、失礼しました。ここ、いいですね。ですね。こちら、買い受けた、いい。対して、対抗できますか、したがってこれ時効完成後の第三者の論点になるよ、そういうことですね。でここはもう全然心配してません。もうね、大半の方が受験生の方であればこれもね、もうがっちり勉強する、もう超がつく典型論点ですからね、まあ、177条を使ってね、結局これ時効取得者は時効完成後、これもちょっと印つけましょうかね、の第三者との関係では登記ないと対抗できないよ、ね、で理由が一応2つ、ここは一応できれば2つ書けるといいですね、これね。で一応ベースになるのが丸1です。20条と類1の関係っていうね、こちらね、最低限これね、ここからこの理由のね、丸1の2行目の終わりから、権利者を起点とした20条と類1の関係認められる、これでもいいですね、これだけもいいけど、ちょっとねもうちょっと書くんであればね、この丸1の最初、時効取得によって権利者からこの辺を書いていただくと非常に丁寧な理由になろうかなと。で、これ絶対外しちゃいけないのはこうね、この二重条と類似の関係、特にこの類似って言葉ね、これ厳密にいくと二重条とじゃありませんからね、ただあたかも二重条と同じようにね見ることができるでしょうっていうことですからね、ここは類似って言葉使ってくださいね。一応下にもこれねコメントで強調しておきましたから。ね、あともう一つの理由ですね、これ時効完成後登記できたのにやんなかったのがあんたのせいでしょ、ね、時効取得者のせいでしょ、ね、だからしょうがないよねっていうことで、ね、ここまで書けると非常にね、よろしいかなと、ね、非常に緻密な論証になるかなと。最低限丸1は書いてください、こちらね。でここね、その中でも特に二重条と類似の関係認められるから、ね、そうすると上につながりますから、実はねこの辺はね。で次、今度1項に行きます。こっち長いです。20年でこちらもやっぱりね、要件を立ててください、ね、ただこっちは要件が減りますね、ね、全員無回数いりませんから、所有の意思を持って平穏かつ公然他人のもので、こっちは20年、ね、で1から3については説明書と同様ね、これ満たすよ ね推定規定がありますから。で丸420年、ね、についてはこれも説明書で述べたようにね、これは186条、やっぱりこれも2項、推定規定によって20年、ね、丸々20年、ね、その間継続して占有したことになるよ、ね、だからこれ結論として要件を全部充足するんで時効取得、ね、ここもやっぱり思えると、ね、やっぱりこれこの後このね、取得時効のね成立を対抗できるかっていう次の論点にね入ってきますから、一応ね主張できるように一応思えると、ちょっとぼやかしましたね。で最後ですね、こちら
これが時効完成前です、ね、これ20年ですから、その途中に E が登場している、こちら、ね、だからこの場合、ね、時効完成前の第三者で、これもね、論書は全然もう心配してません、ね、ほとんどの方はこの辺ね、お書きになろうかと思います。この場合、ちなみに時効完成前の第三者の場合は登記なくても、ね、この時効取得者は登記なくして所有権を対抗できるんだった、ね、でここもやっぱりね、2つかけると非常によろしいかなと、ね、非常に緻密な論証になると思います。でやっぱりベースは1です。1、時効完成前の第三者は時効取得者とあたかも物件変動の当事者、ここもね、ここも類似って、これはね忘れないようにしてくださいね。下でまたこれね強調しておきましたからね。これ厳密にいくとやっぱり当事者じゃないんですよ。当事者の関係じゃない。ただあたかも当事者とね、当事者の関係と同じように見れるでしょね。権利のね、あの変動に着目するとね、あたかも当事者と同じような関係と見ることができるでしょうってことだからね、当事者類似の関係ということですね。厳密にいけば当事者の関係じゃありませんね、これ自己取得ですから、原資取得ですからね、これはだからこれね、これも忘れないでほしいんですよ。177条の改革第三者に当たらない、だから登記なくして対抗できるよってこと、いいですね。ここまでね書けると非常にね緻密な論証になると思います。第三者に当たんないよ、だって当事者だもん、ね、当事者、まあ、類似の関係だもん、ね、で2つ目、これもできればね書いていただきたいかな、これも説得がありますよね。時効取得者に対して時効完成前に登記要求するのはこれ不可能でしょ、ね、これはこれも説得がありますね。一応2つ書ければよろしいかなという感じですね。一応論点自体は本当にねもう説明がちょっと、まあ、いらないって言ったらちょっと言い過ぎかもしれませんけどね、もうそんなにねあんまり皆さんからすればねもう知ってるよって、そんな論点ばっかなんで、ね、やっぱりこれがこう令和元年の、ねまあ、この問題の、まあ、大きな特徴ですね。やっぱりこれ今後もねこういう基本論点を聞いてくる。だけど皆さん今ずっとね最初からね私のこの解説講義を気になってて、いやでも基本論点は聞いてるけど微妙になんかこう、まあ、引っ掛けてるようなっていう印象をお持ちになりません？やっぱ微妙にねこうひねってはあるんですよ。だからさっきの説も1もそう、ね、この建物所有者 C に対して、ね、あの妨害排除請求できますかって数えて聞いてて B じゃない、登記名義人 B じゃない、あと説問2の方もそう、ね、これ善意っていうのははっきりとこれ問題文に明記してるんだけど無価質かどうかはっきりさせ、はっきりしてない。でさらには186条の推定規定も乗っけてて、ね、まあ、一応それを使って処理しなさいよ。で時間の長さ、ね、占用を始めてから、ね、出てけって請求された、ね、時までのその時間の長さからすると1項で行った場合と2項で行った場合とで結論に差が出る。非常にね結構巧妙にねやっぱりいろいろこうなんていうんですかねこう作ってあるんですよ。だから私本当にこれいい問題だなと思いました。私もね普段問題作る立場なんでね、これよくできてるな、しかもこんな短いねあの文章でねよくできてるなって、まあこういう言い方ちょっと失礼ですけどね、本当にいい問題だと私は思います。でちょっと最後ね回答例ちょっと見ておきましょうかね。これざっとにします。よいしょ。で12ページですね、ご覧ください。まあ、説問1、これざっとね、 A は C に対して公と所有権に基づいて、ね、これは法的根拠所有権です、この建物宗教、ね、お建物の宗教公と除去請求できるか。でその前にまずそもそも物件的請求権認められるのか、認められるよ、ね、で一応ここねもうちょっとこれスペースの関係でね結構びっしりなんですよ、これ回答例がね、これ次のページも生まれるのびっしりなんで、だから理由付けはこれ1個だけにしました、ね、でもさっき申しましたようにねもう一つね書けるとね、まあ、印象はいいと思います。こちら、ね、でこれ物件の定義からね、この直接支配する権利なんだ、でこの直接支配性を確保するためには物件的請求権必要だからだ、ね、これで理由を書きました。で結論、ね、これ当てはめ認められるよ。で次にと、ね、これお建物の所有者、ね、これ C だよ。で未だ移転登記を、ね、受けてない C に対して建物宗教土地明けた請求できるか問題となるよ。で結論、
ね、これはさっきもやりましたね。これ現実に建物を所有することによって土地所有権を侵害しているもの、ね、これは所有者、ね、で、あ、ごめんなさい、こっちですね、物件的請求権の趣旨でしたね。これ円満な物件の円満な支配妨げだった場合に回復を求めるもの、ね、で、じゃあ実際にこの円満な支配妨げというのは誰、ね、建物の所有者でしょ、そういうことですね。で、一応当てはめ、ね、請求できますよって。で、次この設問字ですね。で、これがポイントなんですよ。先ほど来申し上げている通り、場合分けしてねってことで、こういうふうに分けると書きやすいと思います。で、ちょっと次のページもご覧ください。こちらが縦にですね、こちら、10行目ですね。13ページ回答例10行目。ね。過失がない場合とある場合。で、ちょっと戻りますけども、こちら。ね。過失がない場合。こちら。であれば、これ162条に行く。すると10年。10年。ね。なりますよ。で、さっき挙げたようにね、これ要件を立てて、で、当てはめをしてください。いいですね。で、そうするとこちら、13ページ回答例2行目、もっともとね、この D はね、時効取得した D は登記備えてない、登記経ていない、ところがその前に、あ、ごめんなさい、これね、時効完成後ですね、これ10年ですからね、ですから平成20年には時効完成しちゃう。で、その後平成29年に買い受けた E、ね、E が登場したのが、ね、この時効完成後なんで、時効完成後に現れた E に対して登記なくして対抗できるか、こういう流れですね。この辺のこのつなぎ目、ね、こうやって、ね、さっきの取得時効のこの成立の論証ですね、要件を当てはめて、これね、で、次のこの時効完成後のこの典型論点、このカッコ4ね、ここにスムーズにつなげて論ぜられるかっていうところも実は一つのポイントですね。だからこれだけをね、切り離して書いてる方も結構ね、本試験ではいらっしゃったと思うんですよ、ね、これだけじゃないよ、前提があるよ、ね、冒頭でも言いましたけど、これね、そもそも時効取得してるのかどうか、これもね、論じなきゃいけませんから。で、相談するとこの時効完成後の論点につながるんだよって、この辺のね、つながりですね、これ結構やっぱり普段からね、ある程度答案をかけ慣れてないと、なかなかこの辺はね、ちょっと気づくのが難しいかなと、そんな感じですね。で、設問、ごめんなさい、今度次の縦にですね、こちらが D に過失がある場合ってことでね、過失がある場合ってことですから、これはね、2項にはいけないんで1項です。で、期間がバンね、バーンと20年に伸びるんだった、ね、で、また要件立てて当てはめをして、で、やっぱりここも次のね、括弧4です。こちらは時効完成前の論点の論証なんだけど、ここにちゃんとつなげて論ぜられるかっていうのが、やっぱりここもね、一つの大きなポイントになってきますんで、ね、こちら。だから当てはめてみて、そうするとね、これ1項でいくと、ね、20年ってことなんで、ね、これ E は、これ時効完成前の第三者なってことに気がつかどうか、ね、こういう論点のね、こういうつなぎ目ですね、こういうところもね、やっぱりね、この一つの、ね、ポイントになってきてますね。で、最後ね、これ登記なくても主張できるよ、対抗できるよ、そういう流れになってます。以上ね、随分見てきましたけども、いかがですかね。このね、令和元年のこの、まあ2問目だったんですけどね、まあ、今回取り上げたこの問題はぜひね、まあ、時間の許す限りね、何回も何回もちょっと目を通すだけでもいいんでね、ちょっとね、そういう形で目を通してみてください。そうすると直近の本試験の要求しているものをね、本当に肌で感じ取ることができると思います。とにかく基本論点を聞いてる、でも基本論点だけをズバッと聞いてるんじゃなくて、微妙にちょっとこうひねりね、あるいはその周辺部分の条文の知識も織り交ぜながら聞いてるなと、ね、こういうのをね、感じ取ることができると思いますから、おそらくこれがまたね、翌年以降、ね、この傾向を踏襲されていくと思いますんで、ぜひね、可能な限り今回のこの問題、ね、繰り返してみてください。じゃあ以上で、ね、この1問目の解説終わります。